サーマス属はグラム陰性換菌後期高熱性の細菌である。サーマス属は0.5から0.8マイクロメートルの換菌である。通常は糖類、アミノ酸、有機酸などを吸収して後期、従属栄養的に増殖する。一部の種は硝酸塩または硝酸塩を利用することで嫌気的にも増殖できる。指摘増殖温度は65摂氏75度。 中性からややアルカリ性を好む。非運動性。陸地海洋双方の熱水噴出口、温泉、人工熱水環境など広い熱水環境に分布する。1969年にイエローストーン国立公園から発見された最初期に報告された高度高熱菌である。それまでは発酵環境からジョボシラススティーレザーマファラスが報告されていた。 程度だったが、最高摂取80度で増殖できる t アクアッティカスの発見はそれまでの常識を打ち破るものであった。その後も報告が続いており、2015年現在18種が登録されている。タイプ種は t アクアッティカスである。t アクアッティカスの DNA ポリメラーゼは、タクポリメラーゼとして市販されており、幅広い用途で使用される。タクは、 その後開発された PFU ポリメラーゼなどに比べれば、正確性は低いが、当時使われていたクレノーダンペンが、各サーマルサイクルごとに失格してしまいつど追加しなければ、ならないのに対し、タクは、熱安定性に優れるためその手間がかからず、ポリメラーゼ連鎖反応の効率を劇的に、改善させた。このほか、T サーマファラスは、高熱細菌のモデル生物として活用されている。 ゲノムサイズは200万から250万 BP 程度であり、7株について解析が完了している。ありがとうございます。